マリー・ベルはフランスの舞台女優、映画女優、劇場支配人。日本にはジャック・フェデーの外人舞台、ジュリアン・デュビビエの舞踏会の手帳などの映画によって知られた。ボルドー南港のベグルに生まれた。本名マリー・ジャンヌ・ブロン。父はフランソワ、母はマリーであった。1913年、踊り子をしているとき、女優のコロンナ・ロマヌに勧められて、 フランス国立演劇学校を目指したと言われる。1921年21歳、マドレーヌ・ルノと共に一等賞でコンセルバ・トワールを卒業し、そろってコメディ・フランセーズの巡在員に進んだ。1934年からアンバサドゥール劇場を監督した。ナチス占領期のコメディ・フランセーズで、1941年にフェードルのフェードル役を、1943年に、 ポール・クローデルのシュスの靴のプルエーズ役を務めた。1944年パリ解放後コメディフランセーズの運営委員会委員となった。1946年同劇団の改革を不服として退団したが、1949年名誉制員として復帰し、1954年まで定期的に出演した。1962年62歳。 ジムナーズ座の支配人となり、コメディフランセーズ時代からのフェードルを当たり役とした。アンドレ・マルローは、マリー・ベルのフェードルを見ることは、フランスの本質を知るまたとない機会だと激称した。1969年、カンヌ国際映画祭の審査員を務めた。1985年、パリ聖光のヌイ・シュル・セーヌに没。モナコの墓地に、夫のジャン・シュブリエと眠っている。シュブリエは、 コメディフランセーズの製材員であった。夫妻で1968年に映画フェードルを撮っている。ジムナーズ座は・ザはジムナーズ・マリー・ベル劇場となった。ベルは1922年以降約40本の映画に出演した。彼女の演目は次の例示のように古典から現代にまで広かった。シェイクスピアのアントニーとクレオパトラ、コルネイユのルシッド、モリエールの 人間嫌い、ラシーヌのフェドル、ビクトル・ユーゴーのルイ・ブラス、ミュッセの若い娘は何を夢見るか、アンリベックのカラスの群れ、ロスタンのシラノ・ドベル・ジュラック、ポール・クローデルのシュスの靴、アンリベルンスタンの秘密、黒糖のルノーとアルミード、ジャン・アヌイ、ジーン・アニーの囚人ありき、ジャン・ジュネのバルコン。コメディ・フランセーズ、制作ザ・アンバサドゥール劇場。 マドレーヌ劇場、ジムナーズ・ザ・サンマロ演劇祭などに出演した。前の数字は初公開の、後の数字は日本公開の成暦年次である。いろいろなウェブ情報のほか、ありがとうございます。